さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんこの季節がやってまいりました。どん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 バイクで出かけるとこんなことがあるんですよ。バイクなんで何の人生か、私がマヒトです。そして皆さんこんにちは、バイクの楽しさ無限大、岸田由美です。はい、ということでございまして、もう名物になりました、はい、無限大、はい、もうその無限大を具現化したところですよね。そうですね、もう様々な企業様が今回も出ておりますが、うん、はい、モーターサイクルショーではございませんね。今日ではないです。いつも春ですもんね。はい、今回はですね、東京モーターショーに来ております。来ております、モーターショーでございます。モーターショーねえ、2年に一度のお祭りですね。そういうことでございます、はい、あやみちゃんモーターショーは、モーターショー2回目かな、来るのは。そうですね、はい、もう生まれてから本当に気が浅い、アホ。そういうことじゃないですよね。マサさんも何回目、もうこう番組始まりまして、もう、6回目か7回目になると思います。当番組もですね、来春になればもう、2018年の春になれば15年目とする、はい、15年目すごいですよ、はい、そんな番組ですんで、うん、ずっとまあ編成を振ってきておりますが、はい、まあ、どん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 夢が現実になっていく、うん、そんなようなところがあります。なのでこれから先の未来を知るためには東京モーターショーが一番、はい、ということでございます、うん、今回もしっかりとレポートしていきたいと思います。はい、10月28日から11月5日まで東京ビッグサイトを舞台に行われた第45回東京モーターショー。今回のテーマは世界をここから動かそう、ビヨンドザモーター。自動車メーカーだけでなくバイクメーカーも国内4メーカー、輸入車3メーカーが魅力あるモデルを出展。早速ホンダから見ていきましょう。いやー、お帰りなさいカブって感じですね。いいっすね、かわいい、ね、はい、ありがとうございます。なんかあの一時そのちょっと四角い株になったじゃないですか。はいはい、まだトラディショナルな形になりましたね。はい、やっぱり株本来 の, この形っていうのを、はい、もう一回現代に蘇らせたいという思いがありまして、はい、ほう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 、はい、まあ言ってしまったらこの形、あの復刻版とかそういう形なんですか。は復刻というよりは株オリジナルの形を現代風に、現代に合うようにアレンジさせてもらって、うん、もう一度株を今の人たちに見直してもらいたい。なんかだいぶ違いますね。形はオリジナルの株のこの S 字ラインであるだとか、はいはいはい、ハンドルがですねこのようにあの一体になって動きますだとかいうところが、まあ、株本来の、一番初代の株の特徴だったので、はい、そういうところは再現されてます、ええ、それからこの金属製のキャリアや、うん、金属製のリアフェンダー、はい、この辺もやっぱり、本来の株の、うん、良さというところで、そうですね、一回、復活させてますけども、ここにあるのは、これはあの実はスマートキーっていうキーレスで、はい、エントリーできるシステムの車でよう見るやつですよ、はいはい、だそういうところはやっぱり現代 の,、うん、あの使い勝手に合わせて、はい、そういうものは装備させていただいてるんです、ね、いやでも、あでもよう見たらこの辺のカバーとかボトムリンクさすかと思ったらそうじゃなくて、それはですね、はい、ボトムリンクはボトムリンクで非常にいいところがあるんですけど、はい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 、今このテレスコピックタイプっていうのがそうですね、こうニュンニュンと入るタイプ、これが主流で、うん、でディスクブレーキをつけるにはやっぱこのシステムが非常に最適なんですね。顔つき全然違いますね。今回これあの LED のヘッドライト、ヘッドライト、はい、あとこのウィンカーランプ、はい、それも LED で、ほこちらですね、はい、いやでも、うん、衣装は変わらない。そうですね、ハンドルの勝ち上がり方とか、うん、なんかパッと見てやっぱあ株だってすぐ分かりますよね、はい、さすが1億台超え。誕生60周年、
販売1億台を超えたスーパーカブ、その新型モデルの試乗会に真人さんとあやみんが行ってきました。初カブいいですね。慣れちゃえばすごく楽しいです。まず乗ったのは 50cc、 続いては 110cc のモデルに乗ってみます。感想は50なので、まあそれなりにパワーもあるので、つなぎのこっちの方がすんなりいく感じなのかな。続いては注目を集めていたモデル、可愛く大きくなったモンキー125です。とにかく可愛いですね。ありがとうございます、うん、可愛い、ボンボーム用の可愛らしさですよね、はい。であのモンキーは小さいから可愛いなと思ったら、うん、この全体的なシェイプが可愛いですね、うん、なんかもうやっぱ大きくなっても変わらない、このなんていうんですかね、デザイン性。いやでも、うん、大きくするの大変でしょ、あれを。部品単位で言うと、うん、共通のものはほとんどありません。あ、全く新しいもの。そうですよね、はい、作り直しですね、はい、うん、いやだってこんだけ似てるからね、どっか使ってんのかなと思うじゃないですか、うん、使ってないんですよ、全く、ビスボルトぐらいです。あー、長さとピッチが上ですね、はい、はー、そんなですか、はい、いやでもそれだけやっぱりモンキー愛が強いから、やっぱ 125cc でもまた作りたいって思う。そうですね、あの現代の、まあ、その交通の流れちゃんと乗れて、はい、かつその、まあ、排ガス規制だとか、はい、いろんな法規対応っていうのをしっかり入れ込んで、はい、でこのスタイルで実現するっていうのが、うん、まあ、このコンセプト面の、まあ、市場の狙いですね。いやでもコンセプトにしとくには欲しいですよね。そう言っただけでも我々も、うん、あの力になります。いやだってこれ電車見たらもう圧倒的でしょ、うん、もうすぐ目も引くし、うん、なんだろう、あと独特な色使いって言えばいいのかな、はいはい、なんか原色は使わないんだけどすごく目を引く色ですし、うん、なんですかね、やっぱこの全体的なこのデザイン性がすごくやっぱいいなと思いますね。そうですね、うん、こういうポップな色でも、はい、またシックな色の目をこの形はどんな色でも結構似合っちゃうんですね、はい、うん、へー、俺たちがちっちゃかった頃に見たモンキー、はい、あるじゃないですか、はいはい、それが大きくなってもそのまんまいる、あ、それぐらいのスケール感、なるほど、ほとんどやっぱり大きくなっても変わらないものは変わらないというか、っていうかね、この人が大きくなった分だけ、うん、俺らが大きくなった分だけ、この人が大きくなった感じ、はい、そんな感じがします。なんかまたワクワクする、なんかこれに乗って、はい、これ世界中どこでも行けるかもって思ったぐらいの感じがまた手に入りそうな感じです、はい、発売されたら嬉しいですね。 CM の後もまだまだ続きます。第45回東京モーターショーをお送りしています。ホンダブースからご紹介する次のバイクは、第二次バイクブームあたりからこうちょっと後ろぐらいのところで、うん、こうフルカウルっていうのとまた違う人たちがまたカテゴリーとしてちゃんといた頃の、うん、ところでちょっと大きく育ちたいな、400からもうちょっと大きくなりたいな、うん、とか思ってた頃のビッグバイクの憧れです。憧れですね。でも、もう見りゃ見るほど結構ゴリゴリな形になってるじゃないですか、うん、そうですね、はい、あのどうしてもその僕らが思うような丸めの、うん、いわゆるオートバイっ って書かれるような形のもんって考えると、うん、もっと鉄なイメージ、アリシヒのイメージをこうストレートに表現したつもりは一切なくてですね、まあ、ちょっと臭い言葉ですよ。そのバイクってこう鉄の馬みたいなことをずっと言われてたし、基本的なバイクの作り方から来るその魅力っていうのは、僕はもうこれから もうずっと変わらない価値かなっていうふうに思ってるんですね。だから今回だからそういうこだわりをですね、まあ、随所にこう盛り込んでるんです、うん、だから樹脂でできてるパーツが極端に少ないんですよ。ほうほう。だからその金属ならではのその表現だとか、うん、特徴だとか、うん、肌触りとか、うん、叩いた感じだとか、はいはいはい、そういうその感覚的なものをすごく大事にしたいなっていうふうに作ってるんで、うん、だから自然にこうヒットする響き、僕はすごいす、ね、うん、ストンとこう落ちるみたいな。マヒトさん世代だと多分懐かしいとかそういう、うん、まあ、イメージが来ると思うんですけれども、はい、うん、私が最初見た時はどちらかっていうと、うん、私はレトロとかっていうよりもなんかこうもっと先の未来を見越したバイクに私は思えるんですよ、うん、私としたら。いや
あのね、決して過去ばっかり見てるわけじゃないんですよ。過去の匂いはさせるだけの話であって、うん、一つも過去のとこないもの。ないです、うん、もうオンリーフューチャーです。オンリーフューチャー、はい、その他にもホンダブースでは市販予定モデルのゴールドウィングツアーの展示など行われていました。それではホンダに関するイベントのご報告です。11月19日、埼玉県川越市のオフロードビレッジ B コースでホンダオフロードミーティングが行われ、真人さんとあやみんもオフロードミーティングに参加しました。このイベントでは CRF125 を使用したリレー形式のレースや60分の耐久レース、キッズオフロード体験、初心者向けのレッスンなど盛りだくさんの内容で行われました。最後はお約束、じゃんけん大会。秋晴れの中、ドロンコになって楽しめた一日が終わりました。以上、イベントのご報告でした。それでは東京モーターショーに戻りましょう。続いてお送りするのはヤマハブースです。ご案内いただくのはあのすごいバイクのグループリーダーを担当する米田さんです。知ってるこういう子って、はい、こういう子スクーターなんです、はいはい、あ、そうですね、あのですよね、トリシティ、はいはい、トリシティが含まれてるよね、はいはい、確かにそれの仲間というか。そうですね、同じようなその LMW 機構っていう機構を使って、はい、まあ、トリシティはスクーターですけど、はい、こちらの内見はですね、はい、スポーツ走行とかやっぱツーリングとかをイメージした、うん、あのスポーツタイプのモデルになります。はー、スポーツ系なんですね、はい、あの1回乗らせていただいたんですね、はい、トリシティもトリシティですごい良かったんですけれども、はいはい、ただそこにさらにスポーティーな乗り心地ってなると、はい、ちょっと想像つかないんですよね。結構どんな感じになるんですか。あの僕ら自身もあのトリシティの開発の時はですね、はい、どちらかというと安心感とか安定感とかですね、うん、そういったところに着眼して開発をしてたんですけど、はい、その過程ですね、やっぱり、うん、まあ、この LMW という乗り物はひょっとしたら楽しいんじゃないかということにまあ気がついてですね、はい、そっちの楽しさ側の価値をこう最大限に生かしたらどういうモデルになるかなということで、ワインディングとかをですね、あのすごく気持ちよく余裕を持ってですね走っていただけるモデルをあの狙って開発をしています。トリシティの時は果てしなくフロントの接地感がある、はいはい、なんか不思議な乗り味のスクーターやねんっていうしかなかったんですよ、はい、それがスポーツモデルになって、はい、まあ、スクーターのトリシティはですね、こうフロントフォークがこういう内側に入ってたんですけど、このモデルはこう外側に来てますけど、はい、これはですね、あの、まあ、同じような機構を使ってるんですけど、はい、よりその大きくバンク角を取るために、あの、まあ、少し構造を改良してですね、はい、スポーツに、スポーツ走行に合ったような、うんうん、あの技術を使っています。いやでも、ね、トリシティでも、はい、結構寝ますよ、うん、結構寝ますよ ね、 すね、はい、これじゃあ何度ぐらい寝ますか。何度、そうですね、まあまあ、普通のスポーツのモーターサイクルとあの、はい、同じぐらいは乗せると思います。そんなに、はい、だってさっき真人さん正面から見たの、はい、後ろから追われたくないって言ってましたもんね。いやもうあのね正面からの映画また入ると思うんですけど、はい、こうやって襲ってくるんですでかなりあのトリシティに比べて、はい、あの空間があるじゃないですか。だから余計なんかこう後ろからドドドドって行きそうな、ちょうどこの真ん中辺に食われる感じがしますでもそれぐらいインパクト大ですごいかっこいいマシンですけれども、はい、いやもうそらそうまだね参考出品ですよね。参考出品ですけど、でもこれ出た日にはこれ乗ってるやつは目立ちますね、うん、目立ちますしますよね、はい、まずこれが出ないと話になります、うん、出すためには皆さんの声が必要です。そうです、なんか選挙みたいになっちゃう。いやいやもうあなたの一票が違う、はい、違う違う終わった、終わりました、まあ、それはそれです。でもね、あのちょっとバツンと言ってあげてください、はい、皆さんちゃんと欲しい方はぜひですね、あの声を上げていただいて、あの、はい、そうすると頑張って我々も開発しますのでよろしくお願いします。まあ本当に夢ある、うん、夢ある一台です ね、 ねえ、こっから先これどんな乗り味なんやろう、うん、ワクワクするわ、そんなものを、提供してください、はい、ね、あなたのハートがオーバーレブしないで、ね、しっかりやっていただきたいと思います、はい、ぜひとも皆さんご注目ください。よろしくお願いします。
続いては発売されたばかり注目の XSR700 です。さて、はい、女の子たちの圧倒的支持。そうですね、もうね、やっぱこう、パッて見た時に、うん、流れるようなヘアライン仕上げ、はい、そこがなんかこうずっと触って痛くなるような仕上がり触り心地でバイクを選ぶ人もなかなかおらんで、なんですけどそれぐらいなんか愛着が持てる1台かなと、ね、思います。でもあのなんですかね、本当にあの、はい、おしゃれさんですよね。そうですね。でまた買ってみましょうか。あ、いいですか。はい、どうぞ、はい、では失礼します。よいしょ、はい、どうでしょう。あ、スリムでしょ。スリムです。ここすごくスリムですね。すごくスリムです。はい、でハンドルもちょうどいい、高さと幅ですし、そうで足つきもやっぱりあのスリムな分、XSR900 よりもさらに足つきが良くなった気がします、私的には。何より大事なのは、はい、乗ってみたいと思わせるかどうかですよ。もう見た目からってことですよね。背伸びをしたってあの人と付き合いたいと思う時ってあるんですよ、うんうん、ね、わかる。あるんですね。あるんでしょう。あると思いますよ、乙女心として、はい、でも男子でもありますから、ね、こんな無理やで、でも憧れのパワーを手に入れたい、乗れるようには準備してますよ、はい、ってメーカーさんが言う、これも一つの答えじゃないですか。こちらがですね。そうだと思います。やっぱり注目の一台でもありますもんね。男子が乗っても様にはなりますよ。あ、どうぞどうぞ。男子が乗ったって様にはなります。間違いなくいいですね。過不足ない大きさで、このスルッと伸びやかなねライン、かっこよし。でこれで女子が乗ってもスッ、うん、もう一回、あ、もう一回スパパパパって、スパパパパ、よいしょ、よっ、どう、うん、なんかこの今からなっちゃうんですか、ここの、はい、こことここも色違うじゃないですか、はいはい、なんかこうあえてこういう風に打ち付けてるのもすごいおしゃれでかっこいいですよね。まあだからね、なんかちょっとメタリックな感じって言えばいいのかな、なんだ、カラーバリエーションが当然用意されてございますのでね。お、あ、これ以外にもあるんですね。あります、あります、そういうことで、まあ詳しいところはね、はい、ウェブなんかでもチェックしていただいても結構だと思います。いろんな意味でシミュレーションができます、うん、ね、あなた好みの1台ぜひ探してみていただきたい、はい、そんな気がします。内見 XSR700 の他にも未来を感じさせるモデルがあったヤマハブース。続いては千葉市蘇我のあの人からお知らせです。はい、こんにちは、お久しぶりです。バイクワールド千葉蘇我店店長高橋です。そこら、はい、本日アシスタントを務めさせていただく立脇です。こちらに泊まってるバイクではなくて、スタンドですね。はい、はい、スタンドです。で、このスタンドというものはいろいろね、こういったフロントにかませるスタンドであったりとか、後ろにかませるスタンドがいくつかあるんですけれども、後ろのスタンドの方の、やり方をご説明させていただこうかなと。はい、で、スタンドなんですけれども、スタンドだけ買うと、この今僕が、取り付けをしているこの受けと言われるものはついてません。なぜかというと、バイク の, その形状によってこの受けのタイプがいくつかございますので、まずそのことを、先説明させてもらいます。まずバイク立ててもらいます。でもう一人の方は、スタンドの受けを、バイクの横に持っていきます。で、その状態で、バイクの幅に合わせてこの受けを合わせていただきます。あとは立脇さんにブレーキの方を握ってもらいます。その上で後ろの方がスタンドを下に向けて力で押し下げるだけでリアタイヤは動きます。で、下ろすときはですね、ハンドルの方を持っていただいてゆっくりと、途中から力かかってきますので、その間はまあゆっくり押し上げるような形でゆっくり離していただければ結構かなと。次、一人のやり方をご説明させていただきます。まずロックかけます。この上で、スタンドの幅ですね、次に合わせます。次はバイクの真ん中ではなく後ろの方に行っていただいて、あるバイクはそちらを持っていただいて、ないバイクはバイクのシートのベルトがあると思いますから、そのベルトを握ってもらってバイクを起こしてもらいます。で、次下ろすときです。下ろすとき必ずやってもらいたいのが、ハンドルが右ではなく左に全開に切ってる状態を確認していただいた上で、サイドスタンドが
出てる状態も確認してください。それを、分かった上で後ろに行っていただいて同じようにスタンドを持ち上げます。そしたら完全に、左にバイクがサイドスタンドの方に力がかかって、バイクがこけないということになりますから、はい、これが一応基本的なやり方です。で、年始のご案内の方をさせてもらいます。来年2018年のですね、の、初っ端1月1日2日3日と、新春の大売り出しを、開催させていただきますので、ぜひ、バイクワールド千葉総合店にご来店お待ちしております。よろしくお願いします。バイクワールドは全国12店舗ございますので、ぜひお近くのバイクワールドまでお越しくださいませ。よろしくお願いします。今週は、本田さん、そして山田さんという形になりますけど、はい、まあ、何ですか、あの帰ってきた未来と、これから先、いわゆる本当にリアルな未来っていうところがなんか極端に見えたかな。そうですね、まあ、その両極端といえばいいのかな。そうですね。でもやっぱりそれぞれにやっぱり良さがあって、でも私たち実際に見たからやっぱこう伝えられる部分ってあるじゃないですか。あるある。みんながちょっと前に懐かしいと思ってたものを完全に違うもの、イメージだけそのままでゴンって違うものに持ってきましたね。しかも、あの、まあ、モンキーで言えば 125cc になって帰ってきたわけじゃないですか。でもそのままのモンキーはモンキーのままでちょっと大きくなったっていう形じゃないですか。これもまたすごいね、キュンとくる部分ありましたね。ありました。でも、ヤマハさんのこれもゴンゲ来ますよ。あれはでも本当に真人さんが言うように前走ってたら後ろから追われたくないですね、はい、追われたくないですよね、追われたくないけれど、すごいこう夢あるバイクだなと。皆さんの熱意、情熱があのバイクを道に走らせ、一般道をみんなが乗って楽しめる明日が来ます。ぜひとも皆さん、販売店さんに行って、あのバイク良かったわって言ってあげてくださいね、はい、それが期待につながります。よろしくお願いしたいと思います。ということで、夢と希望の、モーターショー、1週目これにて終了させていただきたいと思います。来週もまたやるからね、しっかりと見てください。よろしくお願いします。お相手は私、真人と白井亜美でした。じゃあ皆さん、また来週、バイバーイ。ええでしょ。